君への愛を綴ったポエムを送り続けて주고는겐지와마다고나이겐지와마다고나이 2年目は가むしゃらだった毎日毎日欠かさず書いた必要に切って花めた君に届け僕の心2年目も가むしゃらだった家が燃えても気づかぬほど服が下から燃えていき気づけば縁にしか残ってない 3年目には5慣れてきた。もはや文学の域に達した。育児の日記で崩壊した。マイミクが貫通閉じた。4年目に雑誌に投稿した。社会問題にまで発展した。ポエム集の習慣が決まった。僕はサラリーマンを辞めた。 だから他の子は引き気が生えただいこに見える6年目に体を壊したすでに声は2000を超えた惚れたことが何とねがない壊してないないとかない7年目に感情した今日は君を涙声よ エクスポリムはいろんが消えたな複素な遺跡空間かな8年目の僕は変わらない今日は君を何に例えよう96枚目の全長優勝かなアンパが書くるたび需要があるかな 事故にあったひどく頭を打ったらしい自分の名前も忘れた僕だったが君が好きなことだけは覚えてた記憶は戻ってこなかった12年目も13年目も記憶は戻ってこなかったまだまだ君が好きだったそれしか持っていなかった14年目にもまだ戻らない 怖くて不安で君を一目見たかった君に一言言いたかった15年目に記憶が戻った全部思い出して泣き出した僕は思い出してしまった15年前君が死んだこと
まだ来ない。